い、今日はね、改めまして令和2年の5月9日土曜日なんですけれども、昨日宣言した通りイチジクのね、植え付けをしたいと思います。でまずね、こちら品種の紹介の方から始めたいと思います。一つ目がですね、パスティリエですね。なんか他にも呼び名はあるみたいなんですけども、なんか糖度がね高くて、多分パティスリーとかいうぐらいなんで、まあ、デザートにね乗せたりとかできるぐらいの、まあ、高級なね、イチジクだと聞いてます。でネットにはねフランスの高級品種って書いてありましたね。で、苗はね一芽なんですけども、こんな感じで、まあ、土のねギリギリぐらいから茎が伸びてて、一芽だけね、葉っぱが今大きいのが3枚ね展開してるっていう感じになります。こちら左奥ですね、こちらがヌアール K って今書いてあるんですけども、これヌアールドカロンっていうね、品種です。まあ割とね高めの価格設定じゃないかなとは思うんですけども、まあなんか結構ね甘くなるらしいのでね、ちょっと買ってみましたね。で次にこちらですね、結構これね挿し木がねまっすぐで、他のイチジクとはねちょっと違う趣があります。でこれだけ2目取ってます。でこちらがフランダースという品種になります。でもうねイチジクの品種はこれで最後にしようと思ってた時にね、YouTuber の人でイチジクでフランダースがおすすめだよって言ってる人がいて、どうしても気になったんでね、この挿し木1本でね600円だったんですけどもね、まあ滑り込みで買いましたでこちらね大事な1本になります。はい、でまあ目の感じはね、下に1つまだちっちゃいのと、上にもねまだ小さいですけどもね出始めてます。で、次にねこちらですね、葉っぱもかなり大きくなってます。これはドーフィンですね。あ、麻酔ドーフィンですね。一番ねあのメジャーな品種だと言っていいと思います。でこれはね、多分 2,30 円とかで1本苗をね入手して、それを分けてるんで多分10円か20円ぐらいじゃないですかね。で、こちらは上の芽が出てますね。これはそうですね、芽が一つだけですね。で根っこがね今反対側見ると分かるんですけど、結構張ってるんですよ。やっぱねドーフィンはねすごく強いんだなって思いました、これだけ見ても。で、最後こちらですね、これが、セレストっていう品種ですね。なんかシュガーとも呼ばれてるらしいですけど、多分イチジクの甘みも蜂蜜系とかなんかいろいろ表現があるんですけど、多分砂糖っていう感じの甘さなんですかね、それでシュガーなのかなって勝手に思ってます。はい、で、こちらも芽はね今このぐらいの、まあ中ぐらいのサイズで、葉っぱがかなり多く出てまして、芽が一芽とあここにね、少しなんですけど黄緑色のね芽がもう一芽出てるんで、これが展開してくれれば左右にねなんて言うんだろう、一文字っていうのかなみたいになると思います。ちょっとね全部紹介してなかったんで、さっきのパスティリエ、まずこんな感じですね、一目、それからヌアールドカロン、こちらは、中ぐらいの葉っぱでツヤがあって大きいのと、下にね小さいつぼみが出てます。はい、でそれからフランダースが、下の方にちっちゃい芽と、上にもねこういうシワの多い、ね、葉っぱが出てます。それからさっきのこれはねドーフィンだったね、こちらは1本か一芽ですね、大きいのがビヨンと出てます。あ、葉っぱ取れてるね。で、最後ねこちらがセレストか、うん、が、まあ、2芽という感じになってます。結構ねマニアックな感じですけど、葉っぱのね切れ込みで品種が結構違ったりすると面白いなって思いますね。このヌアールドカロンかなりね切れ込み深くて、エッジ効いてておしゃれだと思うんですよね。でまあ一方でこういうなんかまだね小さいけど全然切り込みの素振りがなかったりとか、あとねこうちょっと横に広かったりとか、まあちょっとバランスがいい感じだけど細長いかなこれとか、これだとまあドーフィンなんで、なんかよくね見るイチジクのね葉っぱっていう感じやっぱしますよね。なんか馴染みが深いような形に見える。はい、ということでねこちらを植え替えしていきます。実はねこれ最初の時に挿し木に使っていた赤玉土、これに腐葉土をね、3割混ぜて使いたいと思います。
火鉢は今ね、こちら洗って乾かしてるんですけども、素焼きの鉢をね、使用したいと思います。で、形はね、少し縦長になってます。まあ、これで、また大きくなってきたらね、鉢増ししようかなっていうふうに考えてます。はい。で、今ね、鉢底石を敷き終わりました。三角コーナー、台所で使うやつですね。あれのネットに軽石を入れて、中に入れてあります。で、ひねってここがね、取り出せるようにしてあります。5つ作って、今。こんな感じです。で、土のブレンドなんですけど、さっきね、フランダースを紹介してる、イチジクのね、農家さんによりますと、鉢植えでね、栽培するときは、赤玉と腐葉土が7対3の割合でいいって書いてあったん、言ってたんですよ。で、のがあんまり肥料入れなくていいんだと思って、ちょっとね、これも心配なんですけど、一応、赤玉の小粒と中粒、あと腐葉土、それから、野菜のね、堆肥っていうのをね、ちょっと心配なんで少し入れてみました。で、7対3って言うんですけど、実質多分6対4ぐらいになってると思う。ちょっとね、やっぱ7対3だとね、すごい乾燥が激しそうだったんで、ちょっとね、腐葉土多めにしてますね。で、多分、説明してるときは赤玉の小粒と腐葉土を入れてると思うんですけど、あえてね、この赤玉のね、中粒もね、一緒にちょっと入れてみました。なんでかっていうと、なんか、イチジクの品種によっては、なんか毎年ね、根っこを傷つけないと実がつかない品種っていうのがあって、まあ、これで、例えば、鉢植えにした場合に根っこがこう、植わっていくときに、もしかしてこれがね、石みたいな感じでこう、根っこの生え方を邪魔するんで、その分ね、なんか根っこがいろいろ分岐して、増えていくんじゃないかなっていう、考えで、ちょっとね、中粒入れてみました。で、これをね、さっきの鉢の方にね、入れてきます。さっきの、鉢底ネット敷いたね、上に赤玉のね、中粒だけちょっと入れて、この周りのね、隙間を埋めました。で、これをね、入れてきます。で、まあ、とりあえずね、3分の1ぐらいまで入れてみます。で、袋栽培の方は、ちょっとね、その個体によって土の量がかなり違うんで、1個ずつ深さが違うんで、ちょっとね、こういう風に、袋を入れてみて、このね、土の高さと、その、ウォータースペース確保したね、鉢植えの高さが合ってるかどうか確認します。今だと、こうやって入れると、まあ、そこそこね、いい感じの高さだと思いますね。なんかできれば、イチジクはね、根っこがたくさん張らせた方がいいらしいので、少し浅植え気味がいいっていう風には聞きました。はい、で、まずね、ちょっと見本として、根っこが一番張ってるね、ドーフィンの苗でやってみようと思います。ね、袋をね、ちょっと貧乏症なんで再利用しようと思って出したんですけど、ちょっとね、土ほぐれましたね。まあ、多分ね、イチジクは丈夫なんでね、大丈夫だと思います。で、今ね、根っこ見てこんな感じになってます。やっぱりね、この、芽が出るところからね、根っこが出やすい性質がね、あるっていうのはよくわかりますね。で、ちょっと、過湿気味のケースの中で育てたので、こういうね、上のところにもね、水気があったので、根っこが出てますね。はい。で、これを、まあ、この位置かな。この位置がギリギリ土に埋まるぐらいまでの高さにね、土入れて植え替えます。今ね、ちょっと土足したんですけど、そう、大事なポイントがありまして、ここ結構ね、知らない人多いと思うんですけど、個人的に。このね、まあ、状態で、挿し木する人も結構いると思うんですよ。一目しかない状態。で、そういう場合っていうのが、ちょっとね、やりがちなのは、このね、元々の挿し木をこのまま垂直に、挿してしまうっていうやり方ですね。ではなくて、一目の場合は、この新しく伸びてきた芽をね、垂直にする向き。要は、元々の挿し木は斜めになりますけど、こういう感じですね。これがまっすぐ縦に伸びる感じ。このようにね、植え付けてあげると、後の管理がしやすいそうなんで、今ね、やってる人はね、ぜひ、この方法でやってみてください。一応ね、例として、さっきのね、麻酔ドーフィンの苗、植え終わりました。結構ね、挿し木の向き、横向きになってるんで、ちょっとね、お水かけた時に土に触れちゃうんですけれども、まあ、このね、新しい芽というか、茎になる部分をね、生かすと、こんな感じになります。ちょっと一周回してみますね。はい。こんな感じ。はい。で、これで、まあ、横から見てもね、まっすぐなってます。で、とりあえずね、この間隔で他の苗もね、順番に植え付けていきたいと思います。で、次、パスティリエですね。こちらも、まあ、
個体差あるんですけども、選んだやつはね、葉っぱがいいやつを選びました。で、今外から見てこんな感じでね、今根っこがね見えている状態になってます。まあちょっと少ないですけどもね、植え替えしていきます。さっきと同じようにね、袋をリサイクルしようというね、貧乏な考えでやったら、またね、土が全部ほぐれてしまったんで、ちょっともう苗がむき出しなんですけども、さっきやっぱね、外から見えてた3本以外は根っこ出てないみたいですね。だから根っここんな感じになってます。なんか1本減ったような気がする。あ、取れてる！根っこが1本ちょっと、ね、取れましたね、今ね、袋から出した時に。でもまあ、イチジクはね、強いんで大丈夫です。多分。で、これも一芽なので、こういう向きですね。鉢に対してこの新しく出てる芽がね、垂直になるようにこういう風に刺します。これでね、パスティリエですね、これ植え終わりました。さっき言ったようにね、まあ、新芽の部分を上に向けて、でさらにね、ちょっとね角度がおかしかったんで、ちょっとねひねりを加えるというね、高度なテクニックをね使いました。はい、出来上がりこんな感じになります。これもかなりね、元々の木に対してね、結構ね角度えぐい感じで生えてるんで、枝はね土についちゃう感じなんですけども、まあ横から見るとね、見ての通りね、結構新芽の方を優先するといい感じになってます。はい、こんな感じです。でね、今まだ中盤ではあるんですけども、今日用意した鉢の中で一番大きいのがこれなんですよ。で、なんかいかにもね、果樹栽培用のまあ、鉢って感じなんですけど、これにはね、このノワールドカロンをね、入れようと思います。まあ、理由は高級品種だからっていうのと、芽がね、2つあるので、まあ、大きく育ってほしいので、ちょっと大きめのにね、最初から植え付けようと思います。で、まあ、ちょっと後で、見せますけど、また根っこがね、ちょっと出てるかどうか、見ると、これはちょっと根っこはまだ出てなさそうですね。まあ、でも、この葉っぱの状態だとさっきの、流れから言うと、まあ大体ね、そろそろ出始めるだろうということでね、植えちゃいましょう。はい。芽はこんな感じです。でね、貧乏症の下りはしょるんですけど、ノワールドカロンもね、やっぱ失敗して土が全部ほぐれたんで、全部見えるんですけど、でこちらのね、一芽、二芽。で、そして、肝心の下は、ドロロロロロロじゃんということで、あ、貧ぼけしてますかね。見えるかな。はい。これで見えますね。ね、発根してました。で、よく見るとね、興味深いんですけど、この削ったところのね、端から出てますね。形成層っぽいところから出てますね。で、あと節のところは形成層関係なく横からも出てますね。はい。でね、無事発根してるんでね、このまま刺していきます。ノワールドカロンね、植え付け終わりました。ちょっと浅植え気味にとは言ったんですけどね、ちょっと高さの調整ミスって、ちょっとね、今、苗がね、宙に浮いてるんですよ、これ実はね。ちょっとグーラグーラするんで、後でね、水かけてね、締めたいと思います、土をね。で、できれば針金とかでこう刺してね、根元を埋めて。で、二目のね、やつが今、地際にね、かなり接してるような状態。で、二目がこういう感じ。で、横から見るとこんな感じになってます。ちょっと葉っぱ元気ないですね。早めに水あげたいと思います。はい、これがヌアールドカロンの完成です。でね、土をもう一回作り直して、四つ目はね、あと残りセレストと、フランダースなんですけど、どっちにしようかな。じゃあ、ちょっとフランダースいっちゃおうかな。これね、ここにラベルフランダースね。さっき言ったようにこれ1本しかないんですよ。で、見てもらうとわかるけどね、本当にね、スッとね、鉛筆みたいにまっすぐなんですよ。で、別の人でも、あんまりこれ出回ってる方じゃないから、ちょっとね、動画とか、写真とか少ないんですけど、やっぱり樹形見るとね、木の枝の部分がね、すごくね、まっすぐなんですよね。だからイチジクって面白いなって思いました。これも二目じゃんね。でも、ヌアールドカロンとフランダースどっちかって言われたら、やっぱ、ヌアールドカロン優先しちゃうよね。やっぱ、フランスだからね。フランダースもフランスだったかもしんないけど、やっぱ高級品種ってことね、聞くとね、やっぱね、やっぱ、ちょっとね、ヌアールドカロンよりはね、下かな。うん、今んとこね。で、これを植え替えます。で、まあ、外から見て、今んところ発根してるところは、見えてないけど、今ね、抜いたんですけど、根っこ出て、あ、かろうじて、これ根っこか？ちょっと肉眼で確認します。あ、根っこじゃないですね、これね。木のカスでした。あー、やばい。根っこね、まだ出てなかったですね。
でもまあ、葉っぱ展開してきてね、他のから言ってもそろそろね、出てくるとは思うんですよ。ちょっとよく見ると、ここわかるかな、この真ん中のとこに白い点があると思うんですけど、これがね、多分ね、根っこが出てくる兆候だと思うので、あ、この上とかもそうだね、根っこ出てくると思いますね。なんで、まあちょっとね、今日もう一度に植え替えちゃいたいと思います。葉っぱはね、こんな感じでね、やっぱ挿し木がね、スッとまっすぐ綺麗な分ね、植えた時にもね、なんかすごくね、スタイリッシュ、綺麗にできましたね。で、目もね、ここの地際のところと、ここですね、分かれてます。噛んだわ。こちらの地際のところに一つ、上にね、一つっていう感じで、まっすぐ挿しました。こんな感じでーす。横から見るとこんな感じ。はい、でラストなんですけど、セレストっていう品種ですね。でこれもね、下のところにちょっとつぼみがあるんで、展開してくると二芽になるから大きくなりそうなんですよね。で特にあの家にある方でも太い幹選んだんで、で鉢がちょっとね、同じ大きさのが揃えられなくて、これだけ少しちっちゃいんですね。でもまあセレストって確か実がちっちゃいやつだったんで、まあ、後で鉢増しすればね、いいやと思って、これにね、セレスト入れます。葉っぱもね、かなり充実してるんで、ちょっと期待してるんですけどね、一番早く食べれるんじゃないかななんて。で、最後のね、セレストなんですけど、今、袋開けたらね、根っこ出てましたね。また、ちょっと例によってね、もげちゃったんで、まあ、普通の人はね、こんなにね、まだ芽が小さいうちにね、挿し木をね、植え替えしないでください。リスクが高いので。もっとね、ふさふさになるまで育ててから、植え付けてくださいね。これは、ちょっと、参考にはならないね、記録用のね、イチジクの、植え替え動画なんで。で、まあ一応ね、根っこ1個残ってるんですけど、こんな感じです。はい。こんな感じ。はい。で、これは2目ね。ここつぼみがね、ちょっと出そうなので、まあ普通にまっすぐ刺そうと思います。最後のセレスト出来上がりました。で、ついさっきね、まっすぐ立てようと思ったんですけど、ちょっとよく見たらね、芽の位置が、まだこれからこれは発芽するじゃないですか。なのでね、土に埋もれちゃうと、ちょっと、まあ、腐っちゃったりとか、日に当たんないとね、ちょっと傷みやすかったりするんで、出にくかったりするんで、芽がね、さっき言ったようにちょっと上の方にね、向くような角度でちょっとね、こう斜めに刺してあります。横から見ると分かるんですけど、こんな感じでちょっと斜めになってます。こっちかな。はい、こんな感じになってますね。で、上から見るとこの芽がね、ちょっと素直にね、上に出れるような、そういう角度になってます。で、もしね、育ってきて横に出てくるようだったらね、これをね、また、縦にね、戻してもいいかなと思います。はい、で一応ね、できた姿はこんな感じになってます。はい、というわけでね、今日のイチジクの植え替え終わりましたんで、今日のね、植え替えたの全部ね、紹介していきたいと思います。で、まず最初ね、こちらドーフィン、こんな感じになってます。葉っぱの形ね、ちょっと写しておきましょう。はい、で次ね、ミノアルドカロンですね。こちら、小さい芽と、上の葉っぱがこんな感じ。はい、で次ですね、パスティリエ行こうかな。はい、こちらね、一芽なんですけども、これが上に向くようにしてね、植え付けてあります。で、葉っぱはね、まだ小さいんで形があんまり現れてないんですけど、あんまり切れ込みがないですね。こんな感じです。で、次にね、フランダースですね。こちらはね、結構葉っぱが、硬くて、分厚いですね。で、一芽と、こちらにも小さい芽があります。こんな感じです。それから、最後ね、セレストは、まだ二芽目がね、つぼみで出てないので芽が、こんな感じで斜めにね、植え付けました。葉っぱはね、こんな感じになってます。はい、ということでね、今日紹介した5品種こんな感じになりました。